今回は、みやびが情報通り〇〇ならこのキャラがオワコンになりそうだけど、に対するプロ棋士たちの反応集を見ていきましょう。電気の接待はだいぶ先じゃね？物理の後は炎だろうし。みやびが雷強行に転生するという一縷の望みにかけろ。真面目な話、氷で出されても困るんだわ。みやびは氷で出ると思う予想じゃないと完全に総格が腐るからね。氷強行だとエレンと被るから氷以上の席に座ってくれ。みやび、みやびは電磁抜刀だから雷強行だろ。氷で来ても雷管いるし、雷だと珍異いるし、で強行以外とかじゃなければ盤石だな。雷強行であってほしいけど、じゃあ総格は誰をバフすんねんっていう。そんなラジャトヤでニコは誰をバフしてたんだって話にならん。アトリナも陣営に雷なんておらんし、どっちも使ってなかったからあんま気にしてなかったが、言われてみればその通りやね。陣営攻めだと属性バフ腐るような設計されてるんだったら雷になっててもおかしくないね。まだ総格が氷だからとか言ってる人いるんか。他の陣営見てみろよ。総格氷はエレンのために初期実装って感じじゃねえの。雷管リナいなくても氷里で気持ちよく使ってねって。そもそもリナも一人だけスキル雷だし、氷はエレンいるし、わざわざ被らせるメリットがないんだよ。春正と柳は本編で雷エフェクト、これ豆な。まあロール次第だよなってとこもある。関係ないけど、みやびって言われると彼岸島のマサが頭に浮かんでくる。総格派ベータの時って風属性だったんでしょ。風属性残してれば宮城も封にするだけで済んだのにね。宮城どうせ氷だぞ、かぶらせることに定評のあるホヨバだぞ。セールス的にエレンよりは安藤にかぶせてくるんじゃないの。宮城が氷強行で強くてなおかつ可愛くなって実装されたら、エレンを虐待せねばならないという事実に戦慄してる。宮城はお供が鬼火だから、イメージとしてはエーテルと雷と氷と、なんなら炎のどれでもありふれるだが、裏を返って物理だったら感動する。宮城は炎になる気がするけどな、火の玉ついてるし。限定強行は上書きされていくもんだし、エレン終わらせるには他じゃインパクト弱いから宮城しかいないわな。宮城ってニネベと戦ってた映像だけ見ると炎か雷っぽいのにな。その理屈だと春正もピンクメガネもみんな雷なんだ。あいつらなぜかみんなビリビリしてるぞ。宮城は雷の呼吸の使い手です。春正はクエストで雷の雨みたいなの降らせてるな。大フォローかの課長が機械特攻だったら笑うわ。宮城のムービー見直したけど、マジで属性わからんわ。まあ無難に氷だと思うけど、エーテルっぽさもある雷であってほしいけど、一番なさそうなんだよな。宮城が氷じゃなかったら総格のコアスキルどうすんねん。発動条件なら同陣営ならいいわけだし、氷バフの話ならニコやリナだって独立してるけど何が言いたいの？ごめんなさい。そんな言い方せんでもええやろ。くさ、俺からも謝るわ。なんであろうと始めるきっかけなんだからお迎えする。スタレは軽減、カフカ、読みって同属性アタッカー普通に出すから、かぶりとか関係ないぞ。炎アタッカーなんかトパーズはアタッカーとは言えないし、ホタルまで空席だったしな。撃破キャラでもいいかもね。珍異引いとけばエレン氷パと珍異全属性パができるから、みやびがかぶろうがなんだろうが関係ないんだわ。さあ終わりまでエレン使い続けるわけでもないし、氷強行でも別にええやん。アタッカーの選択肢はいくらあってもいい。みやびのが好きやから来たら氷強行で乗り換えるだけや。属性云々よりも、初期テストにいたキャラ誰もモーションは変更されないで実装されてるし、まんまなんだろうなって思うとちょっと残念かな。かぶってもいいよ、エレン好きだけど、ずっと使ってると飽きてくる。ダメージの出し方にバリエーションあんまないし、どんどん組み合わせ試したりしたい。名前的にもライトが雷強行とかありそう。氷以上いないからありえなくもないか。氷強行じゃなければなんでもええわ。あの武器で異常はさすがになくねえか。まだ撃破の方がありそう。変身で言うとカヌー、エレン、アヤカ、ミヤビって感じ。あの矢って電磁抜刀って言うんか。超電導で冷やすからやっぱ氷やな。単純に電磁って言ったらモーターとか発電機の方だぞ。電気流して力発生させて威力上げる方じゃね。村田だしって技だよ。主人公の武器が石と呪いと磁力操作能力持った雲型のパワードスーツで、必殺技が鞘を方針として刀を加速させたレールガン、居合斬り、吉野合戦を流れ、
人雷が崩し、電磁抜刀災い。マジレスしてるとこ悪いけど、原神で氷プラス電気が超伝導だったからねって話だと思うぞ多分。それは物理弱体だから関係ないだろ。冷やすと超伝導、電気がめちゃくちゃ通る、になる物質が時々あって、現実の電磁法なんかはマイナス何百度とかで作られたそういう素材がキーパーツ、あと方針の冷却や摩耗も重要。なんか雅が氷撃破な匂いがすんだよな。炎強行じゃないの？人玉が燃えてるっぽいし。雅は可愛いから支援にしてほしいやマジで。カズハもルアンも一生強い。雅は日本刀で戦うキャラだろ。そう、物理強行だ。雅は黒髪剣士キャラってだけで押せますわ。氷かぶりは最悪良いとして、さすがに強行じゃないと納得できんけど、氷の強行ならエレンが終わりそうだけど、エレン引けなかった人はここで氷アタッカーは確保したいもんな。雅のタイミングでエレン復刻して雷と氷接待や、1.3 以降のキャラに関してはまだ妄想の域。二人で1年目は S キャラを同じ属性と役割被らせることしてないし、普通に考えたら氷以外の強行に変更されてるだろうな。それか役割が氷以上か氷撃破あたりになってる可能性ある。カフカと読み、あれで強行じゃないなんてことあるのか。属性は何でも良いけど、エレンエレンうるさいガキとも黙らせるために氷強行でいいぞやれ。とりあえず A キャラでも全属性、全特性で出してくれないか。居合ができる課長が強行じゃないわけないわ。エレンが手数タイプで、雅が一発高倍率タイプになるだろうな。珍異がいる以上、瞬間火力型の方が現時点では優位性あるんだが、非ブレイク限定高倍率バッファーもそのうち出るやろ。強行だろう。雰囲気的には氷変えてるだけど、どちらにしても被るな。氷以上で再動時に居合モーションになって、さらに大ダメージとかどう？火の玉と戦うスタイルからも、エフェクトの見た目からも、電気っぽい柳や春正とのシナジーからも、氷が一番なさそうまである。風はそもそもなくなったんだから別属性に変わるのはしゃあないけど、氷は残ってるんだから変える必要ないじゃん。それ言うならエレンだって初期ベータでは影も形もなかったし、役割を譲ってもらったとも取れる。なくなったから変わる、増えたから変わる、どっちも同じだろ。実装されてなかっただけじゃん。役割を譲ってもらったケースが前例にあるの？少なくとも雅は氷撒き散らして戦ってたっていう事実はデータの実績としてすでにあるわけだけど、春正と柳が電気ならむしろ氷確定じゃない？じゃないと総格ちゃん一人だけ浮いちゃう。つうか、雅は同陣営支援キャラの総格の旗揚げに氷耐性 10% 減少がついてる点からほぼ氷確定だろ。2個も同じ陣営にエーテルキャラなんて誰もいないけど、エーテルバフ持ってるし、ソシャゲである限り同じ役割のやつが食っちゃうのは普通にあることなんだから、小出しにそういう経験積ませておいて慣れさせておくのは割といつものほよばじゃね。良い意味でも悪い意味でも、キャラ愛強いやつや信者が勝手に介護官キャラでも十分攻略できますって押してくれるし、過剰不安だすぎるのも問題や。ニコのエーテルバフもリナの電気バフも同陣営の他キャラとは全くシナジーないやん。総格の性能は何の根拠にもならんね。これなんよ、消えた風以外で属性変わったやつって他に誰いるの？11号は物理だったとか、雷管は雷だったとか、リナはエーテルだったとか、そういうのあったら知りたい。CDT の話なら、例えばベンは物理だったぞ。1.3 とか 1.4 の早い段階で来るなら氷から変わってる気がするけど、別に氷強行でも不思議はない。氷強行でエレンに被せてくるのも、まあ、濃く考えたらあまりいい手ではないだろうし、雅が氷以上か、あるいはそれぞれ電気以上、電気支援、電気強行とかかも。でももしそうなったらエーテリアス相手に電気なんか使ってるのがちょっとあれだしな。普通に氷強行でしょ。というかロールが被ったら差別化できないなんてゲームシステムなら、このゲームに未来はねえよ。別に激変で氷にパーティー使えってなるだけだし、どうでもよいわ。氷ほぼ確定じゃねえかな。総格でサポートして火力出す担当なのは明らかだし、役割は異常の可能性もあるけど、まとめとくぞ。全ゼロの CBT は1から3まであって、雅が入ってたのは2年前の1だけ。最初はキャラ数も少なく、風属性があってエーテル属性がなかった。属性変わったキャラは総格が風、氷、ベンが物理、
炎、二個が物理、エーテル聴覚との相性考えるなら雅は風でよかったはず。エレンも追加されたことだし、雅が氷で正式実装なんて保証はどこにもない。戦闘スタイルの差で十分住み分けになってるんだから別に被っても問題ないやろ。エレン監督してるが雅も監督するぞ。名誉ビクトリアがマジで名誉ビクトリアになる。氷の異常で凍結中は地震の火力上昇とかならエレンと属性かぶってても使い分けできるでしょ。氷の異常は正直面白そう。みんな雅に自分のヒータアタッカー肩落ちさせられない限りってんの面白いな。ご属性しかないんだから心配しなくても、初期アタッカーなんか全員半年後くらいに出る同属性同ロールのキャラに肩落ちさせられるんだし誤差だよ誤差。その前に整形に成功するかどうか、モデルは作り直しで実装延期されてるから期待してるよ。顔面工事楽しみ。過去の PV の戦闘画面だと氷のエフェクト出てたからな。ただ変わることはあるらしいが、このまま氷だと思う。少なくとも雷に変更されることはない。雷属性は雷電将軍みたいなのを出すのが予定調は。どのキャラも肩落ちになるのが当たり前だよな。属性なんて限られてるし、氷の強行は年1位には追加されるわ。なてか今後氷の強行がずっと出なかったらエレンをスルーした人は何年難民になるんだよ。俺は雅推し、お前はエレン推し。よし、この話はやめよう。そうだな、氷強行だとしたら逆に言えばエレンが肩落ちになるような時期になるまで出てこないとも言えるんじゃないか。働く地とかを考慮しないにしても、限定の強行という枠で同じ属性が短いスパンで出てこられても困るし、ホヨバは同属性アタッカー近くに実装とか普通にやってるからあんま関係ない。ベータから先行入ってもエレンとは違った操作感のキャラになるだろうし、普通に 1.3、1.4 で氷で実装も十分あり得る。エレンもミヤビも好きだし引くけど、同じ属性だったらやはりもやっとするな。ミヤビが氷属性になるとして、エレンより火力出せるなら実装は他属性のアタッカーより後になるだろうし、エレンと火力トントンならエレンとは違う使用感。表にはあまり出ず一発火力ドーンとかで実装されるだけだと思う。ムービーでは明らかにエフェクトが雷ぽかったけどな。人玉が刀に宿った時は炎っぽいし氷には見えない。最初のベータから一切出てこなかったことも考えると、属性もモーションも変わってる可能性は普通にあり得る。宮城の後がバーチャルアイドルなら別にエレン持ちはスルーすればいいだけじゃ。支援や2体目の限定撃破が来るかもしれない。ムービー見返してみたけど、人玉まとってるから刀振るってる時の閃光は青でもエフェクトは紫だったな。現状雷もあり得るし氷もあり得るって感じかな。案外氷と炎の複合属性とかやってきそう。なんか海外にも人気キャラらしいし、人玉オンオフで初の複合属性アタッカーくらいやってきそう。今のペースでいったら白馬の目玉にもなるし、宮城はここまで引っ張るとマジで強いキャラに仕上がりそう。思ったより手が回らなくて、宮城のモデル直す時間も確保したかったとか願望入った希望的推測だけど、ゼータで使えたキャラが即実装しないというのは結構異例なので、宮城はモデル作り直しか性能面見直しじゃないかな。強行じゃなくなる可能性までありそう。原神なんかだとベータのキャラでも結構後回しにされてないか。章、あやかたんにストーリーの展開等を含めて実装するタイミングが後ろにずれてるだけだと思うが、みやびも欲しいけど 1.4 以降の新人 A やキャラも気になるな。最初のバランスで構想されたのに実装だけ遅くて弱いパターンも全然あり得るから、なんとも。すでに主演で火力インフレが始まってるし、みやびはとんでもない火力出しそう。ボンプも同様、このまま一つ主演が無双し続けるとは思えんから、これが基準になるんだろうな。一つ主演がずーっと壊れ続けたらエレン派も主演派もにっこりだけど、まあないな。宮城までも手が御の字ではっていうか、宮城が氷で出るかすらわからんけどな。エレンはダッシュが本体だから、主演はブレイク後のダメージの満足度はあるけど、ザコとかだと結構散らばっちゃうからエレンの方が使いやすい。エレンより強いキャラが出てもエレンが使えなくなるわけじゃないし、エレンがクリアできなくて最新キャラでクリアできるってなると火力5倍くらい差がないと無理だし、そんなことにはならないでしょ。スキ
きなキャラで適当に遊ぶのが気持ち的にも楽だし、長続きするは好きでもない強キャラで一切の取りこぼしない勢いでガチガチにプレイしてると本当に疲れる。みやびが雷だったら安藤を育てたのが泣きたくなるから氷でお願いします。ていうかみやびがこんなに後に出てくるなら普通に氷強行の可能性余裕であるんだよな。エレンが氷だからみやびが被せてくるのはさすがにないでしょ的な雰囲気漂ってたけど、 1.2 の追加キャラ見ると普通に氷ありえる。フォロー対策6課の柳、ミッション中の演出が本人の性能と合意達してるなら電気属性っぽいし、星見みやびと双角で氷に、柳で電気1みたいな編成になりそうぬ。限定 S 電気撃破は金威でもう実装されたから電気以上とかかな。知らんけど。いかがでしたか？このチャンネルでは今後も前列ゾーンゼロの最新情報や攻略などに関する反応集を幅広く投稿していきます。動画の感想や意見をコメントしていただけると議論が深まりより多くの有益な情報を得ることができる場になると思うので気軽にコメントしていってください。反応集版攻略チャンネルとして役立つ情報を最速で提供できるように頑張りますので、ぜひチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いします。